chance to allow to look this damn good. Watch out now. Cause baby, I feel real good and I wish I would. Watch out now. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Everybody watch out. Watch out now. I'm ready for a good time and I came to groove. The whole band's here and we came to move. Got a fresh haircut and two new shoes. We're here all night like we got nothing to lose. I'm coming out the jacket cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. と、はい、そしたらキルティングの、はい、いないあの定番の形ありましたよね。あ、もちろん、はい、あります。それを一回試着させてください。はい、承知しました、はい、一応この二方が、はい、あの定番の形になっているんですけども、はい、こっちがデンハムっていうモデルで、はい、こちらがデンストンっていうモデルになります、はいはい、でブリティッシュメイドですと、今期この定番の素材の展開色はこの今持ってるネイビーとブラックと、はい、あとはカーキ、こっちのデンハムに関しては、はい、はい、やってて、はい、でこっちのデンストに関してはあのこのネイビーとブラックと、はいはい、あとは茶色の3色でやってるんですけど、もともとこのデンハムっていうのがオリジンに結構近い形になってて、はい、このお礼入りのコーデュロイに、はい、先ほど触れていただいたスナップボタンに、はい、この、まあ、パッチポケットにちょっとこう下がるような、うん仕様で、まあ、ボックスシルエットっていうところなんですけど、はい、これをベースによりビジネスでも使いやすいようにっていうので、はい、こう派生してできたのがこのデンストンになります、まあ、スナップボタンじゃなくて通常のボタンホールのタイプに変わって、はい、で着丈もさらにこっちの方が長くて、うん、こうデンハムだと本当にジャケットと同じぐらいっていうのが多かったたので中に着るジャケットと、はい、そうすると人によってはちょっと出ちゃうかもっていうのがあったのでオンオフ兼用だったんですけど、さらにこっちを伸ばして出したっていうような経緯があって、ブランドでも 1,2 を争 う, こう人気モデルなんですけど、これはこれで根強いこうオリジンに近くて、まあ人気を誇るモデルっていうので、まあこの2つがすごく定番と言えるような形になってますね今は。はい、めっちゃ軽い。お、袖いけますね。袖大丈夫ですか、はい、42のサイズだと。あ、いきます。あ、いいですね、はい、いいですね、うん、軽いですね、はい、もう本当に軽くて暖かいっていうのがもうキルティングジャケットの最大のこう特徴というかメリットになりますので、はい、やっぱりそれの使い勝手の良さっていうのが、まあ、支持されている理由の、うんうん、まあ、大きい要因の一つかなというふうに思いますね。なんていうんですか、このキルティングの特徴、はい、なんかもう一回僕もなんとなく知ってるぐらいの、あ、ありがとうございます、感じなんで、はい、そのキルティングの良さみたいなことをちょっと教えていただけたらなと。そしたらちょっとブランドの背景も含めて簡単にご説明させていただければと思うんですけども、はいはいはい、ラベンハム自体はこの1969年にイングランドのサフォーク州ってラベンハム村っていうところで創業してまして、一番最初はホースブランケットっていう、まあ馬にかけるなんでしょう馬着っていうところからスタートしております。で当時の馬着があの朝10度 の, あのコーヒー豆入れるようなああいうのだったらしくてですね、そうするとやっぱりあの濡れたらすごく重くなっちゃったりとか乾きにくいとかってデメリットがあったので、それで軽くて暖かくてこう馬を守ってあげれるのはないかっていうところでこのキルティングがホースブランケットに採用されたっていうところがあります。でそしたら今度馬にかけてるのを見て今度馬の飼い主さん馬主さんが自分たちもあったらいいなってところで、うん、1972年にあのジャケットの方はスタートしているっていうようなところになりますね、はい、軽いですもんね。本当にすごい軽いですよね、はい、動きやすいですし、うん、結構今もね着てすぐですけど、はい、早いですよね、あったかくなるのが、うんうん、いいなぁ。いや、着ると全然違いますね。ここまで体に馴染むようなイメージがなかったんですけど、それをちょっと前にそのレショプさんの、はいはい、動画で、はい、別注の時の動画で見させていただいた時に、はい、仕様が変わったって話をちょっと聞いた。そうです、はい、それでですか。そうですね、まずこの2020年の秋冬に、はいはい、
あのラベハムのコレクションはあのパターン自体を全て見直しをしておりまして、はいはい、なのであの同じデンストンって形は前からあるんですけども、はい、去年のものと今年のものだと、はい、あのもう作った時のパターンが別物になっていて、パターンから違うんですね。 そうなんですよ。なので、まあ、よりこう立体的な、作りになってるってところなんですけど、ちょっと前の去年のものもあるので、ちょっとお持ちして、あの簡単に説明させて、はい、いただければと思います。ちょっとそのパターンと合わせてデザイン的なところも変更がありますので、はい、でまず襟のサイズが、今期の方が小さいですね。この本当だ、襟の長さ、ね、はいはいはい、ちょっと小ぶりでこうシュッと見えるというか、はい、コンパクトな作りになっております、はいはい、であとデンストンの一番分かりやすい変化はこのポケットの縁がもともと同じポリエステルだったのがコーデュロイに切り替わっております、はい、デザイン的に大きく変わる、はいはいはい、でなんでこれコーデュロイに変えたかっていうと、はい、デンストンってモデルはあのフードがスナップでこう簡単に取り外しできるんですけども、はい、このフード取った時の見え方のバランスがコーデュロイがあった方がこうバランスがより良くなるんじゃないかというところで、はいはいはい、そういったところも、まあ、よりこう汎用性が高く使えるようにというところで変えております。だいぶ違いますもんね。印象違いますよね。はい、はい、もしよかったら、はい、僕ちょっと客観的に見たいので、はいはい、ちょっと着させてじゃなくて着ていただいてもいいですか。はいはい、あ全然、はい、すみません。フードついてる方がいいですよね。一緒の方がいいですよね。そうですね、はい、同じ形でよければ。了解しました。はい、それが、はい、去年まで去年までのパターンで作ってるものになりますね、はい、多分、はい、ちょっと僕38多分想定とかね もろもろちょっと余ってるから出づらいかもしれないんですけど、はい、例えばこれボタンを閉めて後ろから見ていただくと、もしかしたらちょっとこうウエストにこう、あ本当ですね、シェイプの感じが出るんじゃないかなと思いますので、はい、この辺がちょっと着比べると分かりやすいかなっていうところ、はい、あとは、まあ、そのパターンと一緒でっていうか、袖がこうそっちの方が前振りっていってこうより自然なこう袖付けになってるので、はい、やっぱりその辺も含めて動かしやすさとかっていうのはアップしてるのが今年のモデルですかね、はい、仕様が変わっても生産は変わらず本国でやられてるんですか。はい、本国でやってますね。今も、そのイングランドサフォークに、はい、あの工場がありますので、はい、そこで自社の社員が、はい、まあ、職人さんがしっかりとラベハムのアウター作ってるっていう、はい、形になります。キルティングから作ってらっしゃる、ね、キルティングから作ってます、ね、なのでラベハムといえば、はい、この2インチのダイヤモンドキルトっていう、はい、この形がもうラベハムの代名詞みたいになっているんですけど、はい、ここなんかこう、はい、角がクロスしてるところが あるんですけど、これをすることによって万が一糸が切れてもここでこう止めてくれる、ほつれを止めてくれるようにあえてそういうあれで重ねてるんですね、はい、重ねてるっていうのがありますので、はい、そういった細かいところまで、まあ、こう考えて作っていて、はい、でこうワイドとした糸も実際素材が違うので、はい、作ったりはしていて、はい、よりこう適してる素材にこう変えて作るとかっていう細かいところまでやっぱ自社だからこだわって作れてるっていうのはありますね。で今は縫製も外でやってるところは多分たくさんあって、はい、なので、はい、まあ、イギリスのブランドでも中国製って、はい、まあ、中国じゃなくてもいいんですけど、はい、とかっていうのはすごく今世の中にたくさんあって、はい、それはもともとはもしかしたらファクトリーブランドって言って工場を持ってるブランドかもしれないんですけど、はい、今は多分全然違う、はい、まあ、協力工場なのかわからないですけど、うん、別のところで作られてるものなんかもすごくたくさん出ているのが、まあ、悲しいんですけど現実としてありまして、まあまあまあ、はい、それでもラベハムは縫製はもちろんその前の段階から自社でやっぱりしっかりクオリティコントロールして作ってるっていう、はい、すごく希少な、うん、背景を持ってるブランドにはなってますね、うん、だからやっぱりその僕の中でもキルティングといえばラベンハム、うん、はい、ラベンハムといえば自社工場生産、うん、でっていうのが多分ね他の方でも多分根付いてるじゃないですか、うん、はい、それを知ってる方って多分多いと思うんで、やっぱそういうところの信頼って多少の違いかもしれないですけど、はい、物には反映されてくるじゃないですか、はい、
やっぱりその辺はその気分の違いもありますし、着てる側もやっぱりそういうところで作られたものを大事に着たいっていうのはありますね。そうですよね。ちょっとこれよりだいぶ短いですよね。そうですね、はい、丈は着丈が短くて、はい、よりまあもともとこっちは最初からボックスシルエットなので、はい、ちょっとこうまだ少しこう縦のラインが強い印象のアイテムだと思うんですけど、うん、はい、これは本当にこうちょっと横への印象が強くなるようなこうシルエットバランスといいますか、はい、っていうところになってきますね。デンハムでしたっけ。デンハムです。はい、一度じゃあちょっと試着させていただいてもいいですか。もちろんです。すいません、はい、この丈いいですね。いいですよね、はい、袖もすごいすっきりして、うん、このくらいが僕個人的には好きな長さだったりするんで、うん、丈ももう本当にザ・キルティングジャケットという、はい、ような形ですよね。はい、綺麗綺麗ですね。すっきりしてますし、うん、いいな、いいですね。ネイビーもすごい、なんだろう、合わせやすそうですね。使いやすそうな色を、ね、はい、これなら、まあ、上にコート、まあ、なんか僕のイメージでは、はい、そのヘビーアウターではないので、はいはい、本当に寒くなった時に、うん、ちょっと心細いなっていう気はしていて、はいはい、うん、もしなんか例えば中に着込むとかで、ちょろっと、はい、僕の方で見た限りベストって、はい、あ、ベスト今、はい、結構メーカーも力入れてるので、はい、あります。ただお袖はないので、先ほどのお袖のところは、ね、はい、問題ないと思う。この辺ベストはちょうどいいサイズで、あ、でもこのくらいがちょうどいいかもしれないですね、うん、本当に40で、いいですね、ベストかっこいいですね、うん、いいですね、はい、うん、これって一回レイヤードしてもいいですか。あ、全然全然、はい、すいません。結構今ラベハムメーカーはこういうベストとジャケットのキルティング同士をこう合わせるレイヤードっていうのを提案したりはしていて、はい、これかっこいいです。いいですよね、はい、すごい好きです、はい、なんかこう同じネイビーであえて合わせて、はい、こうストイックな感じもいいですし、うん、あえて先ほどもネイビーだと結構相性の色多いので、はい、色を変えてレイヤードしても面白いと思いますし、はい、うん、そうですね、うんうんうん、でもなんかこのスタイリングだったりとかね、アイテムですごい幅広く、はい、そのイギリスっぽいじゃないですけど、はい、もっといろんなそのファッションのジャンルにも使えそうなものですね。はい、そうですよね。イギリスのブランドと、はい、ラベハムが以前コラボしたモデルをベッカムが来たらしくて、はい、そのベッカムの着てる写真がこう送られてきたりとか、ね、結構やっぱカジュアルのやっぱり提案っていうのはイギリスは結構多いみたいですね。あ、確かに。でもカジュアル全然なんか今日でイメージがガラッと変わってますね、うんうん、僕の中でも。いや、ベストのレイヤードいいな、うん、かっこいいですね、はい。車乗られるとこれぐらいの着丈多分いい、ちょうどいいですよね。ちょうどいいです。うん、もうもちろんその暖かくなってきたら車内が脱いでしまうことは脱いでしまうんですけど、ほんと寒いと脱ぎたくない時あるじゃないですか、うんうんうん、そうですよね。なんですぐ多分この保温で暖かいまま車内に乗って、はい、車内の温度が落ち着いてから脱げるっていうのが、うん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 、だいぶその運転してる人からするとこの丈で、うんうん、いいですよね、はい、コートだと最初から脱いで乗らないといけないので。そうですよね。あと結構聞く話が出張の時に結構ラベハム持ってくって方が多くて、はい、軽くて持ち運びしやすいっていうのもありますし、はいはい、あとはまあそんなに気にせずにこう変な話ちょっとこれをハンガーにかけなくて置いといても、うん、すごい深いシワが入ってでちょっとこれじゃ着れないよってところまでなりにくい素材だったりするじゃないですか、はいはい、キルティング、はい、そうですね、
その辺がキルティングって結構なんでしょう、はい、あまり気にならないっていうのは意外とこうメリットで、いろんなシーンで扱いやすいです、ね、使いやすいかなと、はい、思いますね、うん、いいな、はい、これって、はい、まあ、定番で2方じゃないですか、はい、まあ、他ってあったりする、そうです、あとは、はい、このブリティッシュメイドってお店の別注も今年ありまして、はいはいはい、でそれがボタンジャケットっていうモデルになるんですけれども、はい、お色どうですか、いいです、あとはあのネイビーもありますので、じゃあ黒を、黒で、はい、黒ね、似合うかな、そんな気にならないかもしれないですね、思ってたほど、個人的にその黒が敬遠してる部分があったんですけど、はい、やっぱキルティングだからですかね、その光のそのいろんな加減と、はい、そこまで主張がないといいますか、すごいすんなりはハマってくれました。確かにこれも気持ち細めで、うん、綺麗ですね、形、うん、迷いますね。いいですよね、はい、ちょっと、はい、ワーカージャケットを見に来たものの、キルティングの魅力に僕は今気づいてしまいまして、今更なんですけど、うん、いずれなんかさっきのベストとのレイヤードもちょっと、はい、個人的に好きですし、はい、いずれベストもって考えると、はい、迷いますね、うんうんうん、コロナ禍っていうよりはデンファンの中にっていうのもいいなって思ったりするんですけど、うんうん、はい、お色はどうですかね、これもネイビーもあるんで、やっぱりネイビー、ネイビーが、すみません、はい、いえいえ、まあ、やっぱりネイビーいいですね、うん、色はネイビーがいいですね、うん、あとはその自社工場でちゃんと作って最終こう検品した人のサインといいますか、そういうのも一応今入るようにはなってるので、その辺が本当に今希少になってて、イギリスやっぱりちゃんとものづくりできる背景があるブランドって本当に減ってるので、そういうのをメーカーはしっかりこう伝えていきたいっていうので、どうしましょう、うん、こちらもねすごくお似合いなんで、はい、あ、大丈夫ですか、大丈夫ですか、ちょっと、はい、見比べ、はい、もちろん、もちろん、いい、お車もちろん乗られる方もすごくいいですし、はい、あとは結構、都市部に住まれてる方で、はい、電車でやっぱり移動する方は、はい、やっぱりダウンは暑すぎちゃって、ね、ちょっとね10分ぐらい歩いて乗ってで蒸して汗だくでみたいな、やっぱり体温調整というかしづらいっていう方も、はい、意外とお客様の声が多くて、それでやっぱキルティングを選ばれる、はい、ずっと外に出てないで、はい、外出るのが少しって方はキルティングで中で調整できたり、まあ、電車で持った時にかさばらないんで、まあ、別にダウン以外も含めてなんですけど、はい、そういうので結構電車で移動される方もキルティングがそれでいいって方は結構多いですね、聞くと、うん、はい、悩みますね、うん、色はもうネイビーで確定なので、はい、あ、でも定番の電波も、うんうんうん、こう、はいはい、こちらで、あ、そうですね、はい、それをちょっといただいて、あ、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます。じゃあこちらの、モデルがデンハムで、はい、サイズが、42の XL、はい、でお色はあのネイビーで、はい、まあ、正式あのサフォークネイビーという色なんですけど、はい、こちらでご準備させていただきますので、はい、はい、ありがとうございます。じゃあこちらでご準備させていただきます、はい、はい、すいません、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。いやー、すいません、長いこと、いえいえ、とんでもないという、すごい、でも42で似合ったので、ありがとうございます、よかったです、それもありましたし、そうですね、はい、ありがとうございます。
お会いさせていただきます。はい、ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございます。すいません、また来ます。またお待ちしております。すいません。はい、失礼します。やっぱりその車に乗ることが多いので、普段使いで何も気にせず街歩きもそうですし、フラッとコーヒー買って公園行くときもそうですし、何かちょっとしたときにこれから羽織っていきたいなって思いますね。あとはそのベストとのレイヤリングがちょっと個人的に本当気に入っているので、いずれベストを入手してその2つでレイヤリングもそうですし、ちょっとキルティングラベンハムの楽しみ方というか、この冬は結構暖かく楽しめるのかなとは思っています。僕の性格なのかもしれないですけど、まずインラインの本命大本命から着てみたいっていう気持ちもそうですし、あとはここの真ん中のそのスナップボタンのところのコーデュロイの切り返しっていうのは雰囲気ガラッと変わるなと、あった方が個人的には好きだなっていう形でチョイス分かれたのかなとは思います。ラベンハムイコールキルティングの黒っていうイメージがすごい強くて、ただその黒はすごく光沢含めて僕にはちょっと着こなせないのかなっていうイメージがあったんですけど、実際今日黒着させていただいて、これは意外と黒も黒で使えるぞと。で、内心結構悩んでまして、ネイビーも着て、で結果ネイビーを選んだんですけど、それはやっぱり僕の持ってるものとの相性を頭の中で考えてネイビーの方が使いやすい。あとは僕色を決めるときって意外と自分の顔色だったりとか肌に合うか合わないか最近気にするようになって、だから人の試着見てても黒が似合う顔じゃないよねって、で多分ネイビーの方が似合うよっていう形で進めたりとかするんですけど、そういう感じで選んで個人的にはネイビーの方が自分に合うのかなと思って選ばせていただきました。